はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっております。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも、まあ、今あのアパレル雑貨ブランドを立ち上げられている森山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、森山梨沙です。今は早稲田大学文化交渉学部5年生です。今はウズベキスタンの雑貨を中心に海外の雑貨とか、まあ、今後はアパレルも扱っていこうとしているブランドクミコっていうものをやっています。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今大学何年生って言いました。5年生あれ、それは休学したから5年生ですか。あ、そうです。うちの大学って半年半年で休学なんですけど、はい、うん、去年の春学期休学してて、うん、今も春学期休学中っていう感じ。ちょっとじゃあ休学した理由は後ほどお伺いしますね。はい、そもそもなんですけど、はい、森山さんって海外とかに興味を持ったきっかけって何かあったんですか。私すごい勉強が子供の時嫌いで、はい、宿題とかも全部サボってたんですけど、はい、お母さんが私を見かねて、はい、家の前に塾ができたんですよ。あ、そうなんだ。新しい塾、はい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 、そこに行かせられて、うんうんうん、でそこがすごいなんか結構面白い塾で、はい、コンピューターを使って勉強するんですけど、へ、それがなんかすごいゲームみたいで面白くて、はいはいはい、特に英語面白いじゃんって思ってハマったのがきっかけ。なるほど。ちなみにコンピューターでクエストみたいな感じで勉強していくみたいなイメージですか。ゲームって感じじゃないんですけど、うんうん、なんか並び替え、ああそういうことか。あ、そうなんですね。ちゃんとルールにのっとってる言語なんだっていうのを初めて理解してなるほどね。あ、初めてそうやって理解したと。でそれを学んだ結果、海外というよりは英語を好きになったってことなんですね。そうですね、うん、最初は英語でしたね。なるほど。じゃあ初めて海外行った時っていつですか。初めては中学生で英語にハマって、結構すぐの夏休み、中2の夏休みにお父さんが今英語やる気になってるから連れてってやろうって言って、有給取って2人でマレーシアとシンガポールに連れてってくれたんですよ。はい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 。それが初です。あ、そうなんですね。ちなみにシンガポールとマレーシアは何されたんですか。普通に観光。具体的に中学生でマレーシア、シンガポール行くじゃないですか、はい、普通の観光ってことはシンガポールだったらマーライオンに行ったみたいな。そうです。あ、じゃあそんな感じだったんですね。実際海外行ってみてどうでした。いや、もう楽しかったです。あ、実際英語使いました。使いました、使いました、うん、あ、そうなんだ。一人でコンビニみたいなところに行って買うんですけど、はい、その時とか挑戦してくるわって言って何買ったんですかその時。チョコレートミルクチョコレートミルク買ったんですね。あ、なるほど。あ、じゃあそれでもっと海外のことが好きになったって感じだったんですね。そうですね。海外行って、うん、ちゃんといろんな文化、うん、知らない文化がたくさんあるんだなっていうのを知って、うん、いろんな世界を知るのに英語が手段ってなるっていうのを理解して、うんうん、あ、もっと頑張りたいなって思いました。なるほど。そうだったんですね。じゃあ中学以降は結構頻繁に海外旅行とか行かれてたんですか。次行ったのは高校生の、うん、なるほど。でも高校の時にまた行ったんですね。うん、交換留学制度とか、うん、あと私国際科、まあ、英語頑張るところに入ったんですけど、うん、でその語学研修みたいなのがあって、うん、はい、それもカナダに3週間クラスメイト全員で行って、え、そうなんだ行くっていうやつ。そうなんだ。国際科はクラスって30人ぐらいいるんですよね多分ね。30人ぐらい。じゃあそれごと行ったんですね、はいみんなでアナとエアカナダに乗ってすげえ、マジか。そうなんだ。それはちょっとした修学旅行っすよね。え、そうです、そうです、そうです。あ、そうなんだ。修学旅行はちょっと学研修兼ねて、うん、なるほど。カナダのどちらに行かれたんですか。カナダのオンタリオ。オンタリオなんだ。トロントから車かバスで2時間ちょいの郊外バンクーバーとかじゃないですね。いや、じゃないです。うーん、いや、でも本当に自然がいっぱいあるところで、なんかカナダの五大湖の川に夏だから飛び込むみたいな。やば、もう高校でそんなことやってたんですねちょっとしなんかバックパックみたいな感じですよね。あ、そうなんだ。実際じゃあ3週間のカナダ留学するじゃないですか、はい、その時英語力は高まった感じですか。結構頑張りました。そうなんだ。なるほど。やっぱり話すのが大事なんだなって思いました、うんうん、なるほど。その時はホームステイですか。そうですね、ホームステイ。
あ、じゃあもうそこは結構コミュニケーションとかもだんだん慣れてきて普通に喋れるようになったって感じなんですか。そうですね。なるほど。朝元気って体調聞かれて、はい、元気って言ってその後そこら辺まで散歩して帰ってきて、はい、ご飯うまいみたいな感じ。ちょっと待って、その感じだとね英語を使ってるかどうか分からへん。そうなんや。なるほどね。はい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 。実際カナダ3週間いたじゃないですか。その30人いた人はホームステイ先は別々ですか。別々です。うん。でそのカナダ生活があって高校は卒業するじゃないですか。大学は英語専攻とかにまた行くんですか。いや、文化交渉学部っていう。え、待って、交渉学部。文化を交渉する。すごい学部また来たね。なるほど。じゃあそこで文化を学ぶみたいな感じなんですか。あ、そうですね。文系学部と社会科学系を二つにした感じで、文学部もあるんですけど、はいはいはい、そこと授業提携というか、まあ、何でも取れるみたいな感じで結構幅広く勉強できるんですけど。ちなみに大学では今5年生じゃないですか、はい、その5年間は休学っていう話もあったと思うんですけど、はい、まずその5年間は今まで1年生から海外結構行かれてたりしちゃうんですか。2年生からですね。あ、じゃあ1年生は特に何もしなかった。あ、そうなんだ。こんなに海外行ってたのに。それはなんでなんですか。学生団体を最初の方はしてて、はいはい、そんなにすぐ海外行こうかってたまんないので、うん、あとはバイトを。なるほどなるほど、確かにね。ちょっと投資するための期間、はい、なるほど。え、ちなみに学生団体は何してたんですか。アイセックっていうところ。アイセックか。知ってます知ってます。あそこって僕の大学生の時もあったんですけど、あれは留学できるんですかね。学生団体に入ってる学生がインターンシップを企画するんですよ。で、まあ、日本の学生を海外に送ったり海外の学生を受け入れたりするんですけど、でそのプログラムを作ったりそのプログラムの運営をやってるので、マイセックのメンバーがプログラムで行くこともあるんですけど、まあ、他のメンバータイプの方に来てもらったり。なるほどね。でも結構インタビューしてる中でもアイセックにいたっていう人結構いますね。ああ、そうなんですよ。結構支部分かれてるんですよね。あ、そうですそうです。ちなみになぜ皆さんアイセックに入るんですか。でもすごい成長できそうな風はあります、ね。うん、私が最初に入ったのはそのアイセックでそのインターンシッププログラムを作ってるんですけど、そのアイセックの目的は世界を導くリーダーを輩出するっていう感じなんですけど、まあそのためのインターンシップを作るんですけど、まあうちの早稲田支部は結構そのインターンシップの内容が国際協力よりというか社会課題解決よりだったんですよ。で、私は社会課題解決の方に興味があって、うんうん、自分で携わってみたいと思って、うんうん、アイセックなら結構できそうだなって思って入りました。なるほど、ね、ちなみに社会課題を解決するっていうところに興味を持ったっていうところあったと思うんですけど、なんで興味持ってたんですか。いろいろあると思うんですけど、社会課題って、はい、特に興味あったのは教育機会の格差。へえ、それは日本の教育機会の格差ですか。問わずなんですけど、特に気が入ってたのは途上国と、うんうんうん、まあ、先進国って言われる関係の、はいはいはい、あ、そうなんだ。じゃあそういう目的のインターンがアイセックの早稲田支部は多かったから、そこに入っていろいろ学べることは学ぼうと。そうです。ああ、そういう感じだったんですね。ありがとうございます。ちょっとこの動画では森山さんが海外に興味を持ったきっかけっていうところから、まあ、大学生活何してたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画では結構海外行ってらっしゃるんですよね、はい、だからそこの部分のちょっとお話をお伺いしたいなって思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。